来月5日に再開するリーグ戦に向けキャンプを行っているマイナビ仙台レディースの選手たち。でも頑張っているのは選手だけじゃない。キャラクターの部分っていうものも発信できるよ。オフショットで写真を撮って、はいはい、勝利にするみたいな。今回は選手をサポートしチームを一緒に盛り上げるマイナビ仙台のスタッフのお仕事の裏側に潜入です。今のちょっとカットでお願いします。さあ今回はこちらです。株式会社マイナビフットボールクラブとマイナビ仙台の、ね、こちら事務所にやってまいりましたけれども、さあご案内していただくのはいらっしゃいました、海田さんじゃないですか。おはようございます。おはようございます。今外見ると、はい、選手いないですね。どっか行っちゃいましたね。どっか行っちゃったんですか。行っちゃいました、ね、そうなんですよね。今ちょうど3月の再開に向けて、はい、宮崎で合宿中ということで、はい、厳しい練習を今ね重ねてますので、うん、なるほど、はい、もちろん我々も試合の準備というか、はい、お客様をお迎えする準備を営業行っているとということで、今日はマイナビ仙台の裏側にゲカストープということで、会長さん、はい、いきなり関係者以外立ち入り禁止、はい、ここは選手のいろんなものありますから、はい、よしなに。わかりました、はいはい、失礼します。すいません、はい、いきなり何ですかこれは。味があると言いますか、素晴らしい、はい、選手の下駄箱になってます。要するに背番号ですよね。そうですね。ってことは俺、一瀬選手。そうなりますね。可愛らしいですよね。こちらもあれですね、スパイク。ここは普段もずらっと、ちょっと今、はい、キャンプで皆さんスパイク持ってってます、はいはいはい、ここも背番号順に。本当だ。はい。ちょっと、斉藤選手。斉藤選手、全然持ってってませんけど。キャンプ行きました？大丈夫ですか？行ってます、行ってます。はい、このX、ご安心ください。いっぱいですよ、もう。はい、現在およそ2週間の厳しいキャンプに励んでいる選手たち。練習中は真剣でも、ピッチを出ると超お茶目。そんな天真爛漫な選手の姿を発信するのは広報です。キャンプ中の選手の魅力を引き出そうと現地で広報さんは奮闘しています。まあ、そのサッカーやってる姿っていうのはぜひスタジアムでっていう風にやっぱ言えるんですけど、じゃあそれ以外の部分のところっていうと、やっぱ我々がなかなか発信しないとその親近感を湧いてもらえないというか、キャラクターの部分っていうものをもうちょっと発信できるようなところは心がけてありますね。広報さんだから知ってるっていう素顔とか、ずっと喋ってますし、本当にうるさいです。やっぱアングル気にしますよね。下から撮るなとか、まあ、社長の方からも特に言われてるのが、選手たちの女性らしさ、可愛らしさ、元気のあるところっていうのを前面に出していこうっていうふうに言っていて、選手の個性っていうものをそれぞれ発信するっていうところは特に今年は意識してますね。ちゃんと顔映ってる？なんかお米納豆みたいな顔してる。どうですか、キャンプ。ちょっと疲れてますかね。5日目もお疲れ様でした。今度はこちら事務所の方ですね。はい、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。ここではどういったことを。こちらが、試合運営をするための島になってますけども、はい、ホームゲームで選手を応援、そして一緒に戦うため欠かせないのはやはり応援グッズです。髪型や髪の色、さらにほくろの位置まで選手の個性を忠実に再現したタオルなど、アイデアあふれる商品を生み出すグッズ担当のスタッフ、今まさに動いています。今手に持ってらっしゃるのがこちらなんでしょう。プレイヤーズフェイスタオル4名新加入入ったので、はい、その4名分は3月5日から販売する予定です。新たなグッズを生み出すため欠かせないのは選手の写真撮影です。
オフショットで写真を撮って、はいはい、切り抜いてこういうタオルとかの商品にするみたいな、チラシとかに載せるからとか、あ祭りそうですね、もうちょっとグッズの販促に使わせてって。あとこちらはシークレットパッケージで発売中なんですけど、はいはい、こういうアクリルスタンド、選手たちはどれに使われるか分からず撮られてるので、エバト選手はこれで OK だったんですか？ OK です。あ、まあ、本人の OK は取っておりません。船長カメラマンの渡辺です。顔光ってる、うるさいうるさい。お正解はエミさんでした。こちらマイナビのビルですが、中にいらっしゃいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後藤さん、よろしくお願いします。お願いします。後藤さんは、はい、このマイナビではどういったお仕事を？はい、マイナビ仙台リリースというサッカーチームのスポンサー営業を主に行っております。スポンサー営業、はい、選手と一緒にホームゲームやイベントを盛り上げるスポンサー営業、こちらは選手とコーヒー専門店がコラボレーションした商品です。スポンサー営業がお店の人とコンタクトを取り実現しました。松田監督じゃないですかこれ。正解です。松田監督ですよこれ。なんかおじさんの絵を描くのがめっちゃ好きらしくて。絵のインパクトすごいなこれ。その他にもピラワン選手や松本選手がデザインしたものもあるということです。さあスポンサー営業が担当の後藤さんと富田さん、3月のイベントに向け丸1日会社にいない時もあるほど毎日飛び回っているんです。復興応援ウィークっていう企画にして、3月5日と12日の2週にわたってチームとして活動するっていうのを決めたので、今回宮城県民の方無料でご招待するってあたりだとか、はい、あと東北のいろんな食材だったり食べ物が食べられるイベントをするんですけども、はい、特に3月12日のリアクションデーについてはやはりこう防災に関する発信をしていきたい、選手たちとミーティングを重ねて、うん、一席から学園さんみたいな雰囲気にしたいって話をしてくれて、うんうん、選手のアイデアを取りまとめ、企業と選手それぞれが実現させたいことの橋渡しを担うスポンサー営業、日々の忙しさゆえついつい選手たちと行うミーティングの連絡を忘れてしまうこともあるそうなんですが、ミーティングはいつやりますかと松本選手からメッセージ、ゴールも時間も守るナイスキーパーなんです。私なんかは特に全く美容界から来てるので、ふーとか言ってもう営業経験なくて入ってますけど、はいはい、それがこう私にはない良さがあったりとかもするので、なんかそこをうまく融合させていきたいなとは思ってます。お客さんに楽しんでいただくため、そして選手を全力で支えるため、スタッフたちはそれぞれの場所で力を注いでいます。今3位というところで後半戦も粘り強く戦ってほしいと、多くの方々にマイナビを知ってもらって、まあ、地域の方々に愛されるクラブになりたいなというふうに思います。いや僕も何度かはい、マイナビの試合見に行ったことありますけど、はい、やはりプロだよね。そうですね。いやそれさすがにもう見応えのありますよ、はい、試合が。そうですね、本当に女子もプロ化されまして、うん、ますますこの実力もどんどん上がっていってということになるんですけどね、うん、まあ、そうこうやって選手に目が行きがちなところもありますが、裏ではスタッフの皆さんが、ね、そうでしょう、支えていらして、まさに大黒柱でもあるんですが、うん、実は入場者数もやっぱり去年よりも上がってるんですって、うんうんうん、はい、これまあ本当にチームの成績もそうですし、その周りから支える人たちの力もそうだと思うんですけれども、うん、あでもこの時間だけでもなんか、はい、選手とスタッフのコミュニケーションっていうのもマークなんか、うんね、一緒になんか、ね、やってるみたいだね。そうなんですよ、本当に選手の意見もしっかり反映したりとか、ね、そう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 、いろんな社会経験のあるスタッフもいますから、うん、そういったところでいい形が生まれる、いろんなアイデアが、はい、であとまあ女子サッカーで言えば今年の7月に、うん、女子のワールドカップが、オーストラリア、ニュージーランドで開催されますので、まあ、一人でもこのマイナビから、ね、ぜひ代表選手をと、それはぜひ、うん、いうことで皆さんも後押しいただきたいと思います。本当だ。